皆さんこんにちは、ワンダルグルージです。では今回は提督の決断3パップキット生活サタン版日本軍プレイの続きをやっていきたいと思います。レイテ沖海戦のシナリオで無事レイテの防衛に成功した後ですね、奪われていたサイパン、グアム、この辺りの奪還に成功しているんですが、アメリカ軍早くも艦隊を立て直してきている気配があってですね、フィリピン近辺にアメリカ軍の出現が、まあ、予測されるという事態になっています。まあ、それを看破する形でですね、第2艦隊、これ大和、武蔵、長門がいる戦艦の部隊なんですけども、これドックまだ完全に修理終わってなかったんですが、出撃させてマニラで待機させています。この後ですね、レイテ沖へ進出してアメリカ軍の艦隊が現れるか現れないのか、しっかりね、紹介活動を行ってもらいたいと思っています。その他、フィリピンの各基地には航空隊を再びね、配備したという状況になっているので、まあ、進撃を行おうと思っていた部分は一旦中止、延期という形にしてですね、再びフィリピンでの防衛戦を展開していきたいと思います。では時間を進めていきます。第3航空艦隊ですけども、まあ、少しダメージ出ている部分もあったりしますので、一旦メンテナンスに入ります。太平洋上でもアメリカ軍の艦隊発見してます。空母3、戦艦1、西に向け航行中ということで、まあ、どこを狙ってるのかわからないですが、位置から考えると、トラック、サイパン、グアム、この辺り狙われてもおかしくないかなと思いますので、まあ、しっかり警戒をしていきたいと思います。はい、フィリピン近海に敵艦隊発見という状態ですね。ここにいます。まずはちょっと偵察しておきましょう。敵の艦隊の規模なども不明な状態ですからね。偵察機を出して敵の艦隊編成探っていきましょう。直縁機はゼロかとなると戦艦部隊とか、まあ、そういう可能性が高そうですね。これは大和、武蔵、長門の砲撃戦で仕留めたい相手ということになるかなと思います。いや、空母がいるな。ここに空母いますね。空母1、ちょっと他は埋もれてしまっていて、気候がね、良くない、天候状況が良くないというのもあって未確認というところですね。撤退します。これは確実に敵の空母を撃沈しておきたいですよね。第一艦隊空母3という編成です。ドンピシャっていうところに大和、武蔵配備できてたっていうのは大きいですよね。ではタウイタウイの攻撃隊をアメリカ軍の第一艦隊に向けて発進していきましょう。全184機です。イシキリ港にヒエンを護衛機でつけているという、まあ、そういう編成になっています。この時期のアメリカ軍の空母、まあ、SX 級なんかが主力になっていると思うんですけども、すで、に100機前後の艦載機を搭載できる大型の空母になっているので、やっぱりね、直縁の数多いですよね。敵は空母が全部で数で言うと3というところですね。ヘルキャットなんかが主体で護衛についています。ここに攻撃仕掛けていきましょう。では敵空母に直接攻撃仕掛けていきます。サラトガでしたね。タイコンデロガもいました。この辺り全部撃沈して回りましょう。はい、アメリカ軍の空母ですね、第一艦隊、まあ、損害やっぱりかなり広がりましたが、敵空母に直接攻撃も仕掛けているので、
まあ、このままね、アメリカ軍の第一艦隊は仕留めましょう。敵の目的はどうやらブルネイのようですね。まあ、ここは、ブルネイを脅されるとね、フィリピンのど真ん中に敵を抱えてしまうということにもなるので、まあそうならないように、ブルネイの、ね、防衛をしっかりやりましょう。では、ブルネイの基地航空隊ですね。これを使って敵の艦隊に、攻撃を仕掛けていきたいと思います。まあ、ここも石切港や飛燕なんかが中心ですね。サラトが撃沈です。まあ、しっかり敵の動き読んで、基地航空隊をね、増強しておいたのが基地と出ましたね。はい、アメリカ軍の第一艦隊正規空母サラトが一隻撃沈です。もう一隻いるんですが、これちょっと取り逃しになっています。第2波、第3波と波状攻撃を仕掛けて、このね、第一艦隊の空母もう一隻も撃沈しておきたいかなと思います。ではですね、撤退していくアメリカ軍の、残っている正規空母、これを、まあ、射程に捉えつつありますので、追撃しておきたいと思います。確実に敵空母戦力をね、削っておきたいですからね。マーシャルとウェイキーの、まあ、間ぐらいですかね。ここにまた新たな敵艦隊がいますね。まあ、これもちょっと注力しておく必要あるかなと思います。では撤退していくアメリカ軍の艦隊発見しています。ウェイキーのすぐ近くですね。これに攻撃仕掛けて、おきたいと思います。まあ、これはウェイキーに駐留していた軽空母部隊ですね。全77機の出撃です。直縁は上がってませんね。こういう攻撃に確実に敵の戦力削っておきたいですよね。まあ、ハワイ方面へと撤退していくものと思います。これ確実に仕留めておきます。空母はいなそうですね。ただ、戦艦が、何隻かいそうなので、確実にそのね、力を削いでおきたいと思います。この戦艦部隊と、まあ、残っている敵の正規空母、アメリカ軍第一艦隊ですね。これに対しては、まあ、基地航空隊と、あとは、航空艦隊を使って追撃しておきます。まあ、ハワイとかね、クエゼリンとか、まあ、敵の基地近くまではあまり侵入しないように気をつけたいと思います。さあ、空母3という艦隊も発見しますね。ここはまた太平洋上で、しかも中央太平洋上で、アメリカ軍の機動部隊と激戦になりそうな、そんな予感がしますね。マーシャル、ウェイキーあたりに航空隊を増強する必要がありそうです。まずは、第3航空艦隊を使って、敵空母3、これに攻撃仕掛けていきましょう。全262機ですね。巡洋機関に、ご覧の正規空母合計4隻、軽空母1隻という体制です。なんとしてもここで、仕留め切りたいですよね。敵の空母で。直縁機は29上がってます。ランドルフ所属のコルセア。ここはベニントン所属のコルセアですね。バターンに所属もいます。合計3空母というところですね。まあ、レイテであれだけコテンパンにやっつけたアメリカ軍の機動部隊が、まあ、こうも早くも、再びね、力を取り戻してるっていうことには、まあ、脅威をやっぱり感じますよね。軽空母バタンを撃沈しています。正規空母ベニントン撃沈してます。はい、というわけで、またこのマーシャル、ウェイキー、ミッドウェーあたりでですね、アメリカ軍の艦隊の行動、作戦構造というものが見られるので、ここでしっかりもう一度ね、アメリカ軍の艦隊を叩いておきたいと。いうふうに思います。本当にレイテから
こんなにも早くアメリカ軍が艦隊を立て直してくるとは思わなかったんで、いまいちね、決定力に欠けるというところはあるんですけども、まあ、しっかり増強を行って、この海域に部隊も派遣して、アメリカ軍の艦隊にとどめをさせていきたいと思います。その様子は次回プレイをしていきたいと思います。